コルツオボ国際空港は、ロシアのスベルドロフスク州エカテリンブルクにある国際空港。ウラル航空とアビアコンジトトランスがハブ空港としている。コルツオボ国際空港は1928年に軍用空港として開港し、1943年7月10日に民間空港となった。1993年からは国際空港としての地位を得ている。 2005年には、ロシア国内で5番目に大きい空港となり、国際空港評議会に加盟もした。2006年には年間で旅客を176万4948人、貨物を1万5519トン取り扱ったが、2007年には、旅客では32.9%も取り扱い数が、急増し234万5097人となった。 現在では60の中機場を持ち世界50都市以上と航空路で結ばれている。2005年12月に新しい国際線ターミナル、2007年10月に新しい国内線ターミナルがそれぞれ共用され、ロジスティックスセンターや貨物ターミナルも建設中である。また2009年からは3本目の滑走路と管制塔が新設され、それまで使用されていた。 ボーイング737、エアバス A320、エアバス A330 に加えてボーイング747やエアバス A380 といった大型機の離着陸も行えるようになった。ありがとうございます。